ガンビールの木は、アカネカカギカズラ属の植物。この植物の葉及び若枝の乾燥水性エキスは、アセン薬という木薬の一種として用いられる。別名は、ガンビール、ガンビールアセン薬。アセン薬は、褐色で、タニ人類を多く含み、成長薬、修練性死者薬、高校生療剤として用いる。身近な例では、セイロガン、ジンタンなどに配合されている。 また、別種である、マメカセネガリア族のペグノキセネゴリアカテキュウをアセン薬とすることがあるが、こちらはペグアセン薬とも言う。ペグアセン薬は、現在、輸入されていない。なおペグノキは、カテキュウ、ミモザなどの別名も持つが、ミモザはマメカで、アカシア族など数種の通称であり、必ずしもペグノキのことを指すとは限らない。元の印前大 骨死刑が変遷した、陰前西洋に、外事茶の原名で収載されており、日本では、江戸時代の松岡玄達の、ようやく、スッチには、百薬船、和妙アセ薬和製を、用をう。先週酒井にてこれを制す。とあり、アセ薬は和妙である。20から40%のカテキン、エピカテキンを含有するほか、フラボン、アルカロイド、樹脂、粘液などを含有する。 ありがとうございます。